この動画はセリアで購入しました文房具シリーズを紹介します。皆さんこんにちは、ピンイスケです。今回紹介するのは100円ショップセリアで購入しましたこちらの文房具シリーズを紹介していきたいと思います。今回購入したのがこちらの2点で、カラーが2色ございまして、こちらのグレーとコーラルピンクのようなカラーもありました。まず1つ目がこちらで、スマホが立てられるスタンドクリップ2個入りという製品なんですが、こちらがですね、なんと 2way タイプになっていまして、1つ目が書類やノートをクリップ、もう1つがスマホスタンドにということで、こういった形の雰囲気で立てることができますので、実際にどんな感じで立てられるのか見ていきたいと思います。裏面はこういった形になっていまして、特徴が書いてあるんですけども、スマートフォンにつきましては厚み 10mm までの対応となっていますので、ご注意ください。2つ目がこちらで、 B5 サイズ26穴対応となっていまして、中央部にですねリングがないルーズリーフ用のバインダーとなっていまして、テフレーヌのような感じなんですけども、特徴が3つございまして、1つ目が書くときにリングが触れない、2つ目が10穴バインダーだからルーズリーフをスムーズに出し入れできる、3つ目が表紙を折り返せばコンパクトに使えるということで、実際にどんな感じでできるのか見ていきたいと思います。裏面はこういった形で、特に刻印などもされていないので、2製品とも非常にシンプルなデザインとなっています。ということで、1つ目、スマホが立てられるスタンドクリップを見ていきたいと思います。見た目はですね非常にシンプルな構造となっていまして、挟む部分がクリップ、もう反対側がですねスマホスタンドということで、割とバネはしっかりと硬さがある感じです。こちらはですね、ピースケチャンネルでいつも使ってるニンモシネのノートなんですが、紙は70枚入り、こちらは表紙を含めてギリギリ挟めるくらいのサイズになっています。結構挟める感じですね。次にスマホスタンドとして使ってみます。用意したのは iPhone7 で、こちらを実際に取り付けてみます。正面がこちらの部分になりますので、立てかけるとこういったイメージ、立てても使えそうな感じですね。横から見るとこういった感じの角度なんですけども、だいたい角度的には60度よりちょっと急なんですが、65度くらいをイメージしていただくと分かりやすいかと思います。書類なども挟めて、スマホスタンドとしても使うことができますので、作業用 BGM などを流しながら、またはリマインダーなどを確認しながら作業するのに最適ですね。次にメインイベント、ルーズリーフバインダーを見ていきたいと思います。リングはですねこういった形になっていまして、結構カチャカチャ動く感じですね。上部も下部も同じような感じになっています。表紙につきましては、クリアホルダーよりちょっと厚めな感じで、一見しっかりしていそうに見えますが、通常のルーズリーフなどと比べるとかなり柔らかさを感じます。リングの開閉方法なんですけども、最初ストッパーが止まった状態となっていますので、こちらはですねちょっと硬いですが、カチッと外しまして、両方伸びた状態で開きまして、左右それぞれ引っ張りますと、ちょっと作業はしづらいですが外すことができます。安定感には乏しいですが、慣れると外すことができます。ちなみに最大収容枚数は25枚となっていますので、結構少なめな印象です。ということで、こちらに25枚のルーズリーフを用意しましたので、実際に挟んでみたいと思います。閉じるときはですね、開くときと比べますとかなり簡単に閉じられる感じがします。最後にストッパーを閉じまして、これで収納することができました。ノートのように使える印象で、折り返して反対に折って使うこともできます。はい、ということで、この動画は以上になります。100円ショップセリアで購入しました、スマホが立てられるスタンドクリップと、中央のリングがなくて書きやすいルーズリーフ用バインダーをレビューしてみました。右利きの場合であれば、右のページだけ記載する方は問題ないかと思うんですが、利き腕の反対のページになった場合、リングの干渉を防ぐことができるので、ノートは書きやすくなるかと思いました。一方ですね、おしゃれでシンプルなのはいいものの、リングの開閉に若干手間がかかることが気になりました。なので、ルーズリーフをセットする際は手間と時間がかかりますので、使用する際はですね、最初ルーズリーフの上限枚数を挟んでしまって、時間がある時にセットし直すのが良さそうな感じがしました。一方、スマホが立てられるスタンドクリップにつきましては、ノートなどが挟めたり、厚さ 10mm 以内のスマホであれば縦でも横でも使うことができますので、スタンドクリップはかなり使い勝手がいい製品だと思いました。デザインも非常にシンプルですので、気になる方はお近くのセリアで探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。